久保さん借金にしましょうか借金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 にしようかうんまあ借金がある人とない人がこの世にいると思うんですようんで僕は借金がある人です まあ、あの今,今あるのは、まあ、車のローンなんですけど、まあ、車のローンも借金ちゃいえば借金ですよね。まあ借金って前向きな借金なのか後ろ向きな借金なのか、まあ、車の借金はね別に前向きな借金なんですけど。 まあ自分のミスなんですけどね。自分のミスなんだけどな。なんか借金の、借金の仕方ですかね。なんかその、例えばでしょ。パチンコでハマって、ドローマにパチンコとか、スロットでギャンブルとかでハマって借金する借金と、自分が本当に好きな車に乗りたいっつってね。 あのー、まあそれで借金、まあ、車のローン組むのと、うん、あとはまあその従業員の給料払うために借り入れしてきて借金してきて、うん、他人のために借金する他人のために借金するみたいなね一番僕が辛かったのが他人のために借金するのがつらかったですね 自分のでもそれも結局まあ自分が悪いからま,まあそうなってるんだけどもでもその他人がいなければそれは必要ないわけですよ。うん。だから借金ね僕ねあのそれが一番つらかったですね、うん。でも結局まあそのその責任は僕にあるし。 だけどその責任は僕にあるんだけどその人たちがいなければそれを払う必要ないしっていう <laughs> なんか何なんでしょうねうんそう借金借金はね僕はそのその借金は経験してるんで言いますけどまあ多分ねその借金はする人いないとは思いますけどね だって社長やんないでしょ会社経営しないでしょ多分従業員の給料払うために借金するっていうのは消費者金融って頭下げあ,あと銀行行って頭下げてくるとかしないでしょ従業員の給料払うために人生においてうん今思うと本当にねあれが従業員の給料払うために頭下げてきたっていうのがあれは僕の中ですごく思い出だなと思いますね だってほとんどの人多分しないんで、間違いなくあの経験はね、しないですよ。ほとんどの人が。だからこそ、他の人がそのしない経験をしたからこそ言えるのが、あのー、金稼げってことですね。うん。金稼げっていうことですよ。うん、とにかく、脊髄まで染み込んでますね。金を稼ぐっていう。1円でも稼ぐ。とにかく稼ぐっていう。 稼がなければ死ぬっていう。だ稼ぐっていうことは、まあ、自分を守るっていうところもあるんでそうお金を稼ぐなんか欲しいものを手に入れる欲しいなんか住みたいところに住む何かなんかそういうのも、まあ、あの人間なんで必要かもしれないですけど守るんですよお金っていうのはお金がないと守れないんですよ まあ今の話だとお金がないと従業員も守れないんですよね。うん。だそ,それをね、もう僕は脊髄まで、その、なんだろうな、骨身に染みたんで、なんか今があるかなっていう。とにかく稼ぐっていう。う毎日稼ぐこと考えてますからね。うん、毎日お金稼ぐこと考えてますいってらっしゃい。